どうもー、お魚キラリです。キラキラお願いします。私今日ね、友達を連れてきちゃった、連れてきちゃいました。紹介してもいいですか？じゃーん、ニンジンコです。よろしくお願いします。ニンジンコおはよう。キラリちゃんおはよう。おはよう、太陽まぶしいよ。よいよ、ニンジンには栄養。え、ラッパーみたいじゃん。実はお野菜ラップバトルに今度出ることになったの。え、何それ何それ。え、なんかみんなでラップバトルするのよ。へえ、ラップバトルってあれか、こう1対1で相手を韻を踏みながらディスり合うみたいな。そうよ。で、なんか韻が上手に踏めたり、ハートが強かった方が勝ちみたいな。すごいじゃん。え、私応援に行くよ。大会頑張るよ。ありがとう、キラリちゃん。優しいの意外じゃん。でも、キラリちゃんこの間ドタキャンしたよね。キラリちゃんのそういうとこ嫌いだけど。あ、もう始まってんじゃん。ラップバトル大会当日。あ、頑張れ頑張れ。あ、緊張するよ。さあ、最初の対戦相手はこいつだ。ドーン、カリフラワーちゃん。おー、頑張るよ。司会は私、ナスビが行います。あ、これニンジンコの好きな子じゃない？あ、ニンジンコ好きな子にいいとこ見せたくて頑張ってんのかな。みんなには秘密だよ。わかったわかった。よし、じゃあ行きますよ。じゃあ先行ニンジンコ、後攻カリフラワー、ラブバトル行きます。ぶちかませ、いけー。私元気なニンジンコ、体も丈夫でピンピンよ。あんたはそんな色白で大丈夫？貧弱そうで死んじゃうんじゃないの？なんか弱そうすぎて勇者くしゃくよ。あ、すごい、ちゃんとやってる。対戦相手どうだ？あー、ニンジンコちゃん怖いよー。ずこー。あー、そんな、いいなって褒めないし、そんな死んじゃうとかひどいよー。大丈夫かこれ。こら、ちゃんと戦うよ。そうだそうだ、なんでお前ぶりっこしやがって。そうだそうだ、嬉しかったら犬一つでも踏んでみなさいよ。そうだそうだ。もうあんたね、もうカリフラワーマジで意味不だわ。そんなこと言ってもな。カリフラワーちゃん頑張れ。あ、こいつ人気あるぞ。あ、みんなありがとう。じゃあ犬踏んじゃおうかな。みんな大好きアイスティー。あ、勝者ニンジンコ。おー、すごい。何だったんだあのぶりっ子は。そうだよな。勝てたからよかったじゃないか。まあいいけどさ。うん、さあ2回戦だ。お、相手はこいつだ。ドーン、白菜くん。むむむ、強そう。ほんとだ。じゃあさ、私がいいもん投げるよ、強そうだから。え、何？じゃーん、トゲトゲの帽子。ラッパーっぽくてかっこいいよ。いや、ダサいダサい。かっこいいじゃん。いや、こんなんやだよ。頑張るよ。まあ、つけるけど、頑張るけど。よし、頑張れ。じゃあ、いきますよ。じゃあ、先行白菜くん、後攻人参子、準備はいいですか？ぶちかませ、いけー。かましてやるぜ、あ、人参子。かましてニンジンコ、お前は未熟、新人よ。オレンジの肌、日焼け、今時流行らねえな。お前は行った方がいいよ、日陰。今、俺みたいな美白の時代は、こいつ強い。わ、やるな。うるさい、白菜、お前は嫌い。お前、人間界で何て言われてるか知ってるか？あ、白菜食べて息が歯臭いだぞ。そうよ、あんたさっきから息臭いのよ。おー、ガーン。俺、息臭いの？俺、人間界でそんな風に言われてるの？あ、セコンドから白タオルだ。あ、危険だ危険だ。危険です、これは。ってことで、勝者ニンジンコ。やったー。あいつ雑魚だったな。そうね、最初は手強かったけどね、メンタル弱かったね。よかったね。うん、さあ、決勝です。おー、対戦相手はこいつだ。ボン、トマトちゃん。あ、こいつはやばい。え、なんで？
こいつは性格悪いんだ。あ、そうなの？じゃあなんか強そうだし、私がいいものやってあげるよ。え？手出して。ドンドンキャッ、ドンドンキャッ、ドンドンキャッ。ハンドシェイクいいって。これでラッパー魂に火ついたでしょ。まあ、ついたけどさ、頑張るよ。じゃあ行きますよ。じゃあ先行トマト、後攻人参子。じゃあ行きますよ。ぶちかませー。ゲー。私はピカピカ夏野菜、あんたは地味な冬野菜。あんた可愛くないしモテないでしょ。ダサいしに土に帰って眠ってたら。もうあんたみたいな人参より私の方が全然美人。うわ、やるなこいつ。人参子頑張れ。キー、何よ、私だって可愛いもん。あんたは夏しか活躍してないけどね、私は冬ってか一年中輝いてるんだからね。そうよ、いつだって旬、男子のハートにキュン、お前は牛の糞。いや、あんたキュンとか言ってるけど全然男子にモテないでしょ。私ナス君と付き合ってたのよ。私がまあ振ったんだけど。あんたはきっと愛と無眼中、アピールしてもきっとノーサンキューよ。ね、なんだってキー。ナス君と付き合ってただと。そんなナス君バカ。トマトお前バカ。ナス君と付き合ってそんなバカ。そんなことがバカ。そんな勝者トマト。ふんガーン、負けちゃった。負けちゃったね。だって最後バカしか言ってなかったもんね。でも悲しいよ。にんじんこちゃん、その声はなすみくん。俺はにんじんこちゃんの方を応援してたぜ。レフェリーがそんなこと言っていいんですか。キュー、もうあいつ相手によくやったよ。お前かっこよかったぜ、頑張ったな。キュー、なすくんに褒められたからいっか。あ、よかったね。ますますナス君好きになる。アイメン。ありがとうございました。